ってやるぜ。清正、俺も行くぜ。様子は柴田殿に抑えられとるか。じゃがわしも目指す世のため負けられん。じきに援軍も来る。それまで味方を支えつつ。戦えるんだ。うるさい。もう覚悟できている。不審なのだ。撃つべきだ。この少年の意で王宮に布陣し早一つ。兵たちの疲れを受けた。敵へさえ撃てば戦は終わる。お市様を撃たずとも目的は達成できる。幸い柴田軍も短期決着を望んでいるよ。この流れに乗らぬ手はない。全然粘ってきたが、もはや限界だ。高山は無理だろうか。そろそろ本陣に引き上げさせるべきか。ここを守らねば。やってやるぞ。我らに道はない。一気に敵を崩す。石破坂軍の突撃、いよいよ開門。この猛攻をしのげば勝家が出てくる。義経、お市様と戦わずに済むかもしれん。流れは往々にして変わる。角の期待は慎んだ方がいいぞ、高虎。今こそ秀吉様の天下を確固たるものに。敵の援軍が来た。もはやわし自ら出陣せねば止められない。開門。よし、勝家が出てきた。ここで必ず討ち取ってみせる。秀吉との戦いに踏み切れぬ。覚悟を取った。が、
ただわしは死ねぬ。しまった、勝家に逃げられてはお市様が救えぬ。皆の者、まだ戦はこれからです。出尾を固め、敵の疲弊を待ちましょう。俺は諦めん。圧倒的劣勢になればきっとお市様は降伏してくださる。開門。やってやるぞ。勝利条件変更。おばうえ、遅くなり申し訳ありません。憎き猿めは我らにお任せを。お市様が呼び込んだ増援は本陣に。すぐに対処せねばなるまい。活躍嬉しいもんじゃわ。俺って喧嘩っすね。俺が出る。敵さま、締めてやったぜ。敵さま、撃ち取ったれ。神器、前田利家の生き方だ。開門。こっから地獄だ。何だってんだよ。前田利家が攻めてきただと。なぜだ。利家と秀吉様は友だったはず。お前と大内様、秀吉様と利家、親しき者がないようぞ。それが乱世だ。すまない、チキ。無事に生き残ってくれ。そんなことはもうたくさんだ。しゃあ、俺って喧嘩っすね。勝負にならん。押しかけ、ごめん。前田家に派手に暴く。しゃあ、ルフィ。敗走。やったるぜ。俺が出る。柴田と本陣は裸同然。奥様、下ってください。ご勝負です。敗走。やったるよ。やってやるぞ。こいつは気分いいね。このままではお市様を降伏させるどころか勝利すらも危うい。武器はな、出せるもんなら散らしてみな。俺が出る。よくぞ務めを果たした。さらに励め。私を置きなさい、高倉。今のあなたの主は誰ですか。秀長に忠を尽くしなさい。それが私たちの願いと言ったはずです。開門。お
ことできるはずか。貴様は撃たせろ。お勝家鬼となりて守り抜かん。勝家とお市様は北の将へ引いた。おそらく秀吉様は追撃なさるだろう。俺はお市様に教えてもらった忠義を貫く意味も、そして苦しさも。だがだからといってお市様が死ぬことはない。俺は絶対に救い出してみせる。